1日に2人が達成するというプロ野球始まって以来の快記録で、サイクルヒットを達成したのはこちら、ダイエーの村松有人選手とヤクルトの稲葉篤紀選手、ともに左バッター30歳。さあ、まずはダイエーの1番バッター村松選手、パリーグ同率首位の近鉄との直接対決でサイクルヒットと打ちまくり、チームを引っ張りました。ダイエー村松、1回第1打席、近鉄加藤の初球を弾き返し、まずはシングルヒット、猛攻の足がかりを作ります。村松のこのイニング2回目の打席はタイムリーツーベース。ダイエーは1回に打者13人で一挙9点を挙げます。村松の4打席目、5回、ランナー3塁2塁、打線を引っ張る気持ちがスリーベースヒット。ダイエーはこの回も4点を挙げ、近鉄を突き放します。さあ、村松の6打席目、9回、ランナーなしの場面、思い切り行くことだけ考えていました。入るか入るか、入った。締めくくりの5号ホームランでサイクルヒット達成。村松今日5打点の大活躍、チームも再び単独首位に立ちました。まあ、本当に自分には縁がないそういう記録だと思ってたんでね、まさか自分が、本当になんか信じられない感じですね。はい、大事なボールですよね。さあ、そしてもう一人サイクルヒットを達成したヤクルトの9年目稲葉篤紀選手、長野県松本市の横浜戦で快挙を成し遂げました。ヤクルト稲葉、まずはご覧いただきましょう。ヤクルトの稲葉、まずは1回の第1打席、スリーベースヒット、これが記録へのスタートとなりました。4回の第2打席、横浜の先発ホルトからよく飛んでくれたという10号ホームラン。5回の第3打席、ライト前にシングルヒット、ビッグイニングの起点となります。打者一巡で逆転し、このイニング2打席目ツーベースが出れば記録達成です。これが横浜を突き放すタイムリーツーベース、サイクルヒット完成、稲葉プロ9年目の快挙達成です。ツーベース、ツーベースってみんなから煽られて、はい、一番僕が意識したんですけどね、本当に、嬉しかったですね。金次郎選手、昨日のヤクルト稲葉選手、そしてダイエーの村松選手に続いて史上58人目のサイクルヒットを達成しました。昨日34歳の誕生日を迎えた檜山、1回1点を先制され、その裏の第1打席、中日野口のストレートでした。繋いでいこうと振り抜いた当たりは逆転のツーランホームラン、檜山はこれで勢いに乗りました。阪神は4対1とリードを広げ、3回檜山の第2打席、痛烈なツーベースヒット、阪神この後6対1とリードを広げ、5回、先頭檜山の第3打席、シングルヒット、記録達成へ着々と舞台を整えます。第4打席は三振に終わった檜山、ファンの注目は7回の第5打席に集まりました。檜山、当たりを見て迷わず三塁を目指しました。最も難しいと言われるスリーベースヒットで檜山、プロ野球58人目のサイクルヒットを達成。コツコツと努力を続けるだけという謙虚なチームリーダーが大きな記録を成し遂げました。いや、サイクルって俺知らなかったんで、それでみんなに聞いて、サードベースから帰るときに、おお、やったなということで、ね、声かけましたけど、まあ名前を聞くだけでも、偉大な先輩たちのね、すごい人たちばっかりなんでね、
まあ、僕がそこに名前を連ねるということはすごく幸せに思います。